さて次は管楽器の独奏曲をお届けいたしましょう。フランスの作曲家サンサンスは今年生誕180周年を迎えました。そのサンサンスがホルン奏者のために作曲したモルソードコンセールです。モルソードコンセールとは演奏会用商品という意味で、フランスの音楽院などで行われていたコンクール等で演奏されていた曲です。フランスの管楽器奏者は技巧的な奏者が大変多く、高度な技術を争い合う傾向にあったため、作曲家たちはそれに刺激を受けると技術的に難易度の高い曲をこぞって作曲するようになったそうです。本日は12音楽隊ホルンパートの高一点、菊池加奈子陸士長の演奏でお聴きください。Thank you.
Thank you.